Dude, that father is 10 men permed! さあ今日は銀座に来てます。なぜ今日銀座に来てるかというと、マイバディがね、1年に1度のお祭りに並んでるんでね、そんな彼を応援しに来ました。行ってみましょう。今何日目？3日目。さあそんな俺からの差し入れは、ディン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 、朝ごはん上野のお弁当。ヘイガ、いいですか？いいよ。あ、うまい。食ってない。上手、ね、しかもマイタウン上野、パンダちゃん弁当、おしゃれじゃないですか。いいだろ。なんかもっとなんかこう面白いのとなってくるかなと思って朝から行くべ、デュード。あ、緊急。いや、朝10時。バカうまテイク2。バカうまテイク2。やれや、低迷気味ですよ。3日に1人増えるぐらい。それやつくない？俺のチャンネル。してますよ、これのもっと、ご飯量をつけた方がいいの。SEO セックス、ストリーム。無理で言わなくてもいいから無理で言わなくてもいいから普通からやった SEO セックス、エクストリーム、アウトドア。おー、来た SEO だ。マジか。さあ、ブッチが並んでる場所はここです。ソフトバンク銀座中央通り店。もう聖地だもんね。聖地ですね、ここか、表参道。表参道。ブッチ、ビッグウェブ、デュードが生まれたのはこの地。いや、表参道。表参道、はい、もう 3G の時。そうだよ、ね、2008年。ということはあれからもう11年経ちましたけど、はい。その当初はあれですよ、クーラーボックスも椅子も何も持ってなかったの。じゃあ何、裸一貫で。ちょっとじゃあブッチさんの、並ぶ時の道具をちょっと紹介したいなと。まず、はい、簡易的な椅子ですね。まずこの簡易的な椅子、すぐ折りたためる、あの怒られたらすぐに畳めるように、簡易的に畳める椅子。そしてでも重要なクーラーボックス、命の源ですね。毎年カラーで来てますが、もう初日にこれ以上にありますからね。酒ばっかやないかい。ビールは俺のプロテインですから。ビールは俺のプロテイン。はい、最近は、はい、もう暇な時間が多いってことに気づいてるんで。なるほど。ギターで暇つぶし、拾ったギターですね。ストリートミュージシャン的ですね。はい。投げ銭はあるんですか？ビールですね。投げ銭はビール。なるほど。さあさあ、さらにバッグが開かれましたけども。あとはまあ、ガスコンロ。ガスコンロ。これでお湯沸かして、朝方冷え込むんでね、カップヌードルとか、コーヒーを。なるほど。サバイバーっすね、なかなかな。いやー、もう、俺がキャンプ好きになったのはもう行列からですね。ストリートでキャンプを始めて、山へ行ったっていう逆パターンですね、俺は。ストリートでキャンプ始めた人ってなかなかいないですね。多分俺だけじゃないですか。それがホームレスか。つまりホームレスなんですね、ブチさん。そんなもんですかね。今日分かったこと一つ言っていいですか。何でしょう。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、yeah. 全部アップしてるんですけど、うん、ツイッターはこの3日間で100人以上フォロワーが増えたんですよ。はい。だけどインスタグラムは20人以上フォロワー減ってるんですよ。人気なーい。もううざいんですかね。そうだね、11年目にもなるとね、はい、ちょっと飽きてくるのかな、みんな。コンパクトに。コンパクトに。最小限で。その割にはかなり店広がってますけどね。怒られないですか、これは。怒られないのやってます。よかった。さすが11年目、はい。認められ率が半端ない。謙虚にやってますから。なるほど。こう見えて。はい、さすが、並ばせたら日本一、11年目のブチさんです。はい、以上。ブッチの、並ぶ道具紹介コーナーでした。 Yeah man
けど、ブチさんは変わんないっすね。はい、ずっと仕事ないっすから。仕事ください。ブチ、タレントです。何でも仕事やりますんで、ぜひ。この前、あの、明日現場があるんですけど、いいですかね。解体の現場だった。じゃあ、日雇いじゃない、日雇いじゃない。タレントとしての仕事が欲しいです。日給1万5千円、どうですか。交通費込みで。けど、それだとね、埼玉のラッパーのワンシート一緒になっちゃうからね。ブチさん、最近コールマンのブースで、子供向けのね、キャンプワークショップやってるんで、ぜひ。次、ワークショップの予定ありますか。それはね、ないんですよ。ちょっとやりすぎたかな。でも最初は作ってたんですよ。最初は作ってた。じゃあブチ、はい、頑張ってね、並ぶの。はい、じゃあ引き続き行列楽しんでいきます。ヒビヒビゴー。オーマン、頑張って。Thanks, buddy. バイ。入ってる。あざっす。じゃあねー。 Dude, that father is 10 men permed.